さあ、今日のトイウォーズ、皆さんは覚えているだろうか。我らがオプティマスプライムとディセプティコンのリーダーメガトロンは激しい戦いで傷つき、この世を去った。マトリクスは次の持ち主を決めるまで厳重に保管されることとなった。とりあえずはここに保管しておいて、後でどうするか考えよう。ところがである、そこへ近づくものがあった。彼は一体何者で何のために現れたのか、それはディーキーにもわからない。警報装置がうるさくて昼寝もできやしねえや。お、大変じゃ、見るんじゃ。マトリックスが、あ、なんか別のものが置いてあるぞ。オートバット、マトリックスを取り戻せ。人生辛いことばっかりだ、死のう死のう、よし死のう。あれ、なんだか体中に幸せがみなぎってくるぞ。おお、ほんとだ。うほうほう、俺のバナナ返せ。嫌なこった。こうなったら殺し合いだ。どちらかが死ぬまで殺し合うぞ。望むところだ。あれ、憎しみが消えていくぞ。あ、お前のこと愛してるよ。お、俺もだ、結婚しよう。俺男だよ。いい、性別なんて関係ないよ。ガガガ、ありがとうペプシマン、君のおかげで僕たちの人生は明るくなった。ところがである、それを狙うものがあった。お、そうなんだ。私の名前はジャンパーソンだ。よし、今日もみんなからの質問に答えるぞ。ディーキーの年齢はいくつですか。ディーキーは、ディーキーはなんか、16歳。16歳だそうだ。いいか、みんな、年齢なんて関係ないんだ。作業環境について教えてくださいということは、これについては実はあまり答えたくない。というのは、あまり特別なものを使っていない、全部フリーソフトと、ほぼ全て、いや、全てじゃない、ほぼフリーソフトで作っているので、これを教えてしまうと誰でも作れてしまうんだけど、まあ、せっかく聞いてもらっ、せっかく聞いてくれたので答えよう。もうすぐトイウォーズは1周年なので、それに合わせてちょっと特別なもの、スペシャル特別編を作ろうと思ってるんだけど、その時に一緒に、トイウォーズができるまでというタイトルで、トイウォーズの作り方を一から詳しく教えてあげよう。ちょっとその時まで待っていてくれたまえ。あと、トランスフォーマーは何体持ってますかという質問は、わからないです。わからないよ。数えたことないし、数えたくない。あとね、合体戦士はどう数えるかとかね。トランスフォーマー何体持ってますかという答えはよくわからないですね。トランスフォーマー以外の思って、小学生の時に、自分が今いくつおもちゃを持ってるのかっていうのを数えた時に、トランスフォーマー以外も含めて、合体ものは全部バラバラで数えて300あった気がするかな。あとはよくわかんないですね。まあ、君もトイウォーズを全部見て、一つ一つ君が数えてみるのもいいんじゃないかな。老後の楽しみにね、それに人生かけてみるのもいいじゃない。というわけで、質問コーナー終わり。トイウォーズ質問コーナーでは皆さんからの質問を募集しております。何でも答えるよ。
今後の世界の情勢とか株とかも聞いてね、答えるから、うん、答えないと思うけど、じゃあねー、バイバーイ。またネットで動画を見ているのか。ああ、これはまた見てたらハマっちゃってさ。今回は何を見ているんだ、俺にも教えてくれよ。それじゃあ僕のおすすめの動画を紹介するよ。あ、君たちも一緒に見てみるかい。今回紹介するのはこれだ。カークがピカードと共演し、エイリアンがプレデターと共演、そしてフレディとジェイソンも共演を果たし、スクービードゥとバットマンも共演した。そして今まで誰も見たことのないとんでもないクロスオーバーが実現した。それがトランスフォーマーとマイリトルポニーをメインに様々な玩具が登場するシリーズなんだ。男の子のアニメと女の子のアニメ、それぞれのキャラクターのギャップから来るシュールな世界観がとても面白いんだ。無邪気なポニーたちに翻弄されるトランスフォーマーたちの姿が面白いな。これもストップモーションを使った動画の一つなんだけど、状況やキャラクターの行動を希望的に表す程度でしか使われていなくて、ストップモーションによる動きの面白さを表現する他の動画とは一線を画しているんだ。これを最初に紹介したのは理由があって、実は僕らのトイボードを作る上でかなり影響を受けてるんだよね。ああ、確かに。特にお気に入りのエピソードがこれ。ハロウィーンでお菓子をもらえなかったブラックアラクニアがスーパーマンのせいだと言って突然大脱線エピソード。ディギーはミュージカルが好きだからな。この動画は一体どこで見られるんだ？マイリトルトランスフォーマー .com に行けば全部見られるよ。いやー面白かった。また今度面白い動画があったら教えてくれ。That was weird. What's so freaky about us turning our heads? I was swallowing your soul. ちょっとお話いいかな。君、その力をもっと活かしてみないかね。私のところに来ればたくさんの仲間たちに支えられて、その力をもっと有効に活用できるよ。私のところにはたくさんの才能を持った人が集まっているんだ。ああ、全くその通りだよ。先生の言うことに間違いはない。そうだ、その力を使って選挙に出馬してみないか。私の愉快な仲間たちが投票に行くし、いろんな人に呼びかけてもくれるから、当選は間違いないよー。ノー。ああ、私は怒ってないよ。信者くんが怒ってるだけで。ああ、くそ、先生を疑いやがって、こんにゃろう。お前なんかこの辺にはいらねえ。とっとと出てけ。ああ、信者くん、攻撃はしなくていいからね。攻撃なんかは絶対にするなよ。ああ、くそ、しねえ。ああ、信者くんが勝手に攻撃しちゃった。ペプチマンは死んでしまったのか。しかし、ペプチマンの中に眠る正義の心が、マトリックスに反応した。ああ、信者くん、あいつが倒れてる間にマトリックスを奪っちゃったりなんかしなくてもいいからね。絶対にすりなよ。その時である。一体、あれは、見つけたぞ。いや、マトリックスが開いているぞ。ペプチの爽やかさと、マトリックスの H のパワーが、新たなヒーローを生み出した。その名は、あれはオプティマスプライム。いや、あれはペプシコンボイ。ギャー、ギャー。
そう、この次は覚えているんだ、が学会員最強、そうなんだ、やった。確かにマトリックスは返してもらった。しかしもうこんなことはやめてくれよ。今回は無事に済んだが、万が一悪の手に渡ったらえらいことになるからな。しかーそれでお前さんたちこれから一体どうするんだい。なるほど、気ままに走り続けるのか。まったく楽しそうな人生で羨ましいね。ああ、まったくその通りだ。俺グリムロック、素晴らしい友達ができて嬉しい。さよなら友達、また会おう。いやー、まったく愉快な奴らだった。それじゃあ、うちらもぼちぼち引き上げますかな。ああ、そうしよう。オートボット、トランスフォーム、ファイター。